皆さんこんにちは。本日はグローバルファンド日本委員会の YouTube 講座、コロナの先の世界の見方の第4回、立ち直る世界、感染症とサステナビリティの講座へお越しいただきありがとうございます。本日の司会進行役を務めます園田役です。このシリーズ、コロナの先の世界の見方は全4回の講座で、国際保健の専門家を先生に毎回異なる案内役を迎え、感染症というフィルターを通してこの世界を見つめ直す試みです。皆さんがこの世界を新しい視点で見つめるきっかけになれば嬉しいです。さて、本日は長崎大学で国際貢献から環境疫学、統計学、生態学に進化生物学まで、さまざまなアプローチで熱帯病の研究に取り組む山本太郎先生に、感染症を生き延び立ち直る世界について、未来をキーワードに教えていただきます。はい、どうもありがとうございます。長崎大学熱帯病研究所の山本です。新型コロナのパンデミックが始まって2年が過ぎて、当初から考えてきたことっていうのがあって、それは当初ワクチンも治療薬もない中で、そのこの新型コロナに対する対策は私たち、その隔離しかないっていう状況に置かれて、それ医学がこんなにも発展した中で、その100年前に逆戻りをしたようなことしかできないってことにまず愕然としたんですね。で、その上でよくよく考えてみると、隔離っていう政策は実は隔離をされてないというか、感染してない人たちを守るための対策であって、隔離をした人、された人たちにとっては非常に厳しい対策だってことを、我々もう一度やっぱり認識をちゃんとしていくべきだろうって初期から思っていて、で、歴史的な中でも隔離っていうのは、その必ず差別や偏見を生んできたっていう、そのことにずっと危機感を覚えてたっていうことはありました。で、2年前をもう随分前になる印象はあるんですけれども、2年前を思い出すと、やっぱり感染した人はこうルールを守らなかった人だとか、ルーズな人だっていう言説が、ネットなんかで溢れて、で、そうした人たちは身勝手で他人の迷惑を考えてないんじゃないかっていう、そういった非難がすごくたくさん出た。で、その状況を見て、ちょうどですね、30数年前に、研究者の世界に入ってエイズの研究をやってて、で、当時その HIV に感染した人、あるいはエイズを発症した人たちに対してこう発せられた言葉と同じような言葉が、あるいは非難がこうその人たちに向かって対してこう投げかけられてたような、そんな印象を覚えたんですね。ちょうど30年前っていうのは、エイズとか HIV っていうのが、その世界的な流行だっていうのが明らかになった頃で、でも HIV に感染した人っていうのは、その性的にルーズで、だからだらしなくて自己責任じゃないかっていうような、ことを言う人たちが、たくさんいて、でも、それは、決して何も生まなくて、その差別や偏見しか生まなかった。そのことを我々は、もう一度こう考え直しながら、コロナにやっぱり対処していく必要があるんじゃないかな、そんなことを考えたっていうことを覚えてます。はい、はい、ありがとうございます。なんかそのコロナと戦うみたいなことが結構言われたりとか、私もこう、コロナになってからなんでこんなことが今起こってしまったんだろうっていうのは、本当に毎日テレビを見るたびにですね、ショックを受けてたわけですけれども、なんかその戦うっていうことに対してなんかすごくこう違和感を持ったんですね。で、実際に私たちの体ってやっぱすごくいろんなその細菌が、ここの中に生きている方がたくさんいて共生をしているっていうことを、私はサステナビリティの、お仕事をしている中で、生物多様性みたいなことのやっぱ大切さっていうことを実感してるんですけれども、なんかやっぱ人間がどんどんこう野生の中に入っていってしまったことによって起こってしまった、なんか逆にそういった問題がいろいろ露出されたんじゃないかなというふうに感じたんで、先生はその辺のことはどういうふうにお考えでしょうか。そうですね、まさにその通りだと思います。これは
今回の新型コロナに限らないんですけれども、すべてのその新型ウイルス感染症っていうのは野生動物から人社会に来て、でそれがその時の人社会の在り方っていうか、まあにこうフィットすればパンデミックを起こして、やがてまあ弱毒化しつつ人社会の中に定着していくっていう過程を取るんですね。だとするとその人と野生動物の関係性が変わる事象っていうのは、必ず新型ウイルス感染症の出現に何らかの影響を与える。で過去まあ50年とかを見てみても、まあ、エイズもあのアフリカのチンパンジーから来たし、エボラもコウモリから来て、で今回の新型コロナウイルス、やっぱり度を超えた頻度の新型ウイルス感染症の出現があって、でそれはおそらくその野生動物と人との距離が何らかの形で、まあ、近くなった。でその距離が近くなった原因っていうのは、おそらく人が開発っていう名のもとにその自然の生態系にずかずかとこう足を踏み入れていったとかですね、あるいはその地球の温暖化とかっていう気候変動がその熱帯雨林の喪失とかっていうものをもたらして、本来野生動物の生息域だった場所を奪っていく、まあ、そんなことが多分こう相まってこう新型ウイルス感染症の出現、まあ、どう超えたっていうか、あの頻度の高い出現に至っているんじゃないかっていう気はしています。うん、そういう意味で言うと、まあ、その今地球温暖化の問題もありましたけど、気候変動の問題ってまあ非常に深刻で、うん、はい、まあ、この間の COP26 もそうですけれども、はい、IPCC のデータでもやっぱり人間が人為的に起こしてしまったことによって、はい、まあ、非常にこう多くの生き物たちがまあ被害を受けてしまっているっていうふうなこともまあこれからどんどん起こってくるのかなというふうに思うんですが、そうですね、まさに、はい、あのだからそういう意味では今回の新型コロナウイルス、我々学ぶべきことってたくさんあるんだと思うんですけど、その中の一つは確実にその人間と自然の付き合い方をもう一度考え直すっていうことになるんだろうっていう気がします。そういう意味で言うと、もう少しウイルスとの共生についてどういうふうに考えていけばいいのかって、もう少しいただけますか。はい、あのそもそも、まあ、いくつかの点があると思うんですけど、ウイルスっていうのはそのなんていうのかな、こうウイルスが寄生をする宿主の存在があって、初めて自らの、まあ、生存が担保できるっていうか、あの、まあ、ウイルスが生命かどうかっていうのは議論があるんですけれども、まあ、そういった有機体なんですね。で、そうしたウイルスがその中長期的に見ると宿主の生存の可能性をこう否定する方向には進化しにくいだろうっていうのが、まあ、最近の考え方になってきていて、でウイルス自身はその宿主の生存をの可能性を高める方向、あるいは環境適応能を高める方向へ何らかのこう手助けをするんじゃないか、長期的に見ればですね、っていうあのことが言われていて、まあ、そういう面からしてもそのウイルスっていうのを根絶するっていう方向ではなくって、どこかで折り合いをつけながらあのそれとこう一緒に生きていくっていう、そんなことを考える必要があるのかなと。でもう一つ言うとですね、まあ、あの我々の地球の中にはものすごい数の、まあ、微生物ウイルスも含めていて、でそのたくさんあるウイルスの中のおそらく人に病気を起こすのは、0.01% とかその100分の1とか、さらにその100分の1とかっていったあのオーダーだと思うんですね。で大半のウイルスは、まあ、何もしてないか人にとってもいいことをしている可能性が高くて、で、まあ、そうしたウイルスをただ根絶すべき対象としてだけ見るっていうのはあの、まあ、こう極めて一方的というか、まあ、あのそうですね、もう少し広いあの見方であの、そういったものとも共生しながらこう我々社会作っていくってことはできないかなと思ったりするって感じ。そういう意味で言うと、もっと人間が謙虚にならなきゃいけない。そうですね。あの、そうなんですよね。あの、要するに、まあ、ウイルスとの共生って言ったんですけど、自分と違うものを、違うってだけで排除しようっていう、そうじゃなくって、うん、あの、違うものを、その存在を認めつつ、うん、その、一緒に生きていくことができないかっていう、うん、それは別に人とウイルスの関係だけじゃなくて、うん、人と人と、あるいは人と他の生物
もうそうですよね。地球のこの生態系の中で我々人間っていうのが他の多様な生物の存在の中で生かされてるっていうことで言えば、似たような話なんじゃないかと思ってるって、そうですよね。まあ、実際になんか人間が分けて発酵と腐敗も同じ現象が起こっているのに、はい、人間にとって都合のいいものは発酵で、はい、人間にとって都合の悪いものは腐敗というふうに呼んでしまうということもあると思うので、はい、なんかその捉え方の違いなのかなというふうには感じました。はい、はい、ありがとうございます。はい、で先ほど先生のお話の中にですね、はい、アフリカでのエイズ対策についてという話もあったんですけど、うん、はい、当時ちょっとどういう状況だったかっていうところももう少しお話をお伺いできますか。はい、ちょうど1990年の後半から2000年代の頭にかけて、私はアフリカのジンバブエっていう国、あるいはカリブ海の島国なんですけど、ハイチっていう国で、そのエイズの、まあ、感染症の研究をしたり、エイズの対策をやったりってことをやっていたんですね。で、当時っていうのはどういう時期だったかっていうと、その、HIV に感染した方、あるいはエイズになった方に対する効果的な治療法がやっとできた時代で、でそれによって、その HIV に、まあ、感染しても、あるいはエイズを発症しても、その、こう、助かるというか、まあ、死ななくて済むっていうことが、ができるようになった時だ。だけど、その薬の値段っていうのはすごく高くて、先進国の人は薬を、こう飲めるんだけれども、アフリカの人は、それ無理でしょう、経済的に。だからアフリカの人は、こう、治療ではなくて予防なんだって言って。それが、普通に、そうだっていうふうに、まあ、言われてた時代で。で、そういう意味では、僕も随分予防やったんですけれども、やっぱりどこか、本当にこれでいいんだろうか。っていうことをずっと思ってたっていう時代でしたね。はい、うん、そのあたりが今回のグローバルファンド設立の背景にもつながってきたってことですか。多分おそらくそうだと思います。当時、はい、そうじゃないって言ったごくごく少数の人たちが、まあ、いて、そうじゃないんだって、その人の命っていうのは先進国であろうと途上国であろうと変わらないし、もっと言えばその貧しい国で、その豊かな国よりも、より良い医療を提供することによって、初めて健康の平等は達成できるんだっていう、ことを、言った、まあ、連中っていうか人たちがいて、それは、ポール・ファーマーとかですね、この前まで世界銀行の総裁やってたジム・ヨム・キムさんとか、そういった人たちのグループがいて、ちょうど30代の前半ぐらいだったんじゃないかと思うんですね。で、こう、すごく偉い先生たち、みんなそんなの無理だよ、君たちって言って、言ってたんだけれども、やっぱりその主張が世界を変えて、で、2000年には沖縄の、サミットがあって、で、感染症対策会議があって、やっぱり治療を世界中でやろうと。いうことになって、それがグローバルファンドの設立につながっていったんだと思います。なるほど。そういう意味では、まあ、エイズが教えてくれたこととか、あるいは感染症がいろんなことを教えてくれてるっていうことも背景としてあるわけです、ね。そうですね。本当にエイズが教えてくれたことっていうのはいくつかあって、差別とか偏見は決して感染症対策にならないっていうこともそうだし、やっぱり、それ以上に当事者が関わるってことが重要なんだってことを多分教えてくれたんだと思うんですよ。当時のアフリカもやっぱりやはりというか、そのポール・ファーマーもジム・ヨム・キムもそのやっぱりアフリカで治療やらなきゃいけない、あるいは南米で治療やらなきゃいけないって言ったんだけど、それをやっぱり強力に推し進めたのはアフリカの人たち、南米の人たちで、私たちの命も先進国の人たちも変わらないでしょって、どうして私たちはその治療にアクセスできないんだっていう、多分その声がすごく大きかったんだと思います。なるほど。
命の大切さですね。はい、そういう意味ではじゃあ今回 の, そのコロナだったりと、まあ、今回のオミクロンだったりも含めてですけれども、うんうん、何かそのここから私たちが学べることっていうのがあるのかなっていうふうに思うんですが、うん、はい、まあ、コロナが収束した後に、まあ、大切なことっていうのは何なのかっていうところは、うん、そうですね、そのあたりでしょうか。たくさんおそらくあって、 それぞれがこの、はい、まあ、パンデミックの中から何を学ぶかってことを考えることが多分まず一番で、その何かこれを学ぶべきだっていうものがそのこう絶対的な命題としてあるってわけではないんだろうと思うんですね。でだけど一つだけ僕が今考えていることっていうのは、こう今回の新型コロナの、まあ、パンデミックがあって、でこうマスクをしたり不要不急の外出を避けたり、あるいはこう会食をやめてって一定の社会的距離をこう、まあ、取るっていうことが求められて、だけどそのこれは京都大学の前の総長の山際さんなんかも言ってることなんですけれども、はい、その人間はその言葉を発する前から歌ったり踊ったりして、まあ、身体的な共鳴を通じてその共感を育んできたと。まあ、今後その社会がというかその感染症対策として一定程度の社会的距離を取ることは求められたとしても、やっぱりその人間が人間とどうこう関係性を作っていくかっていうのは、もう一度こうコロナがまあ収束した後というかに我々は考えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうことを思っていて、まあ私たちそれを新しい近接性っていうふうに呼んでいて、うん、まあそういうことを考えていこうってやってるんですけど、その時に多分重要なことは、その新しい近接性っていうのはおそらくその地球環境問題とリンクしなきゃいけないっていうことだと思うんですね。地球環境問題の専門家と話してると、まあ、もうこの地球環境問題あるとかないとかって話じゃなくて時間との戦いなんだよっていう話をよくされていて、まあ、そういう意味ではそれとリンクした形で私たちこう新しい、まあ、生活様式の中で新しい人間関係どうあるべきなのかっていう、なんかそんなことを考えていきたいっていうか、うん、うん、そんなことを思います。はい、なんか世界中がまあコロナで同じ痛みを感じ同じ悲しみを感じっていうところでなんかつながってきたところもあるのかなっていうふうに思いますので、はい、またその気候変動だったりとか、まあ、様々な環境問題だったり、うん、まあ、いろんな問題に立ち向かっていくっていう、うん、なんかそういったつながりの大切さみたいなことを私も感じました。はい、はい、では、この後ですね、聴者の方3名の方にご参加いただいております。まあ、ここまで皆さん聞いていただいてですね、いろいろまあご質問とか、まあ、ご意見があるかと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、ではまずは、イエスルさん、いかがですか。歴史的な事例からそのエイズからの事例からその差別と偏見があんまりためにならないっていうことと、あと当事者の参加が大事だっていうことが本当にそうだなって思いました。うん、あとそうですね、あと隔離の概念も多分隔離をすることが当然だと思いつつ、うん、隔離してない、隔離されてない人が隔離されている人に対して、あの人はなんか何か間違ったことをして隔離されているんだっていう意識がなんか根拠に、まあ、あるっていうことが、まあ、普通の一般的なその人々の共通している考え方かなと思いました。でもこういった考え方をしちゃダメだっていうことをみんな知ってはいっても、なんか周りからそういう雰囲気になってると、そういうふうになんか思考がいってしまうと思うんですよね。あと環境問題もまた同じだと思ってて、なんか周りで、まあ、環境問題大事だけどあんまり気にしてないっていう人が周りに多くいると、まあ、その人自身もそういうふうに考えてしまうところがあると思ってて、なんか今までは結構なんか全世界的に環境とかこういうなんかパンデミックとかに対してまあ力を合わせて一緒にやりましょう的なそのマクロ的な考え方をしてきたと思うんですよね。でもその個人個人の考え方が
なんか経済学だとなんかマクロ的な考え方が最近大事になってきてるんですけど、うん、なんか逆にこういうパンデミックとか環境とかこういった医療部門の問題だとなんか個人 の, そのミクロ的な接し方が大事になってきてるのではないかなって思いました。個人個人の、まあ、考え方が周りにものすごく影響してしまっているところがあるのかなって思いました。ちょっとごちゃごちゃになったって申し訳ないんですけど、ありがとうございます、はい、何か先生にご質問とかありますか、そのあたりの関係性についてそうですね、その集団としての、うん、まあこの問題に対する捉え方と私一人一人の個人としてのその問題に対する捉え方がちょっと違ってくるのかなって個人的に思ったんですけど、うん、そういうところには対してどういうふうに思ってらっしゃるのかお聞きしたいです、うん、はい、じゃあちょっと感動的な感じかもしれませんがどうぞ、いかがでしょうか。 ありがとうございます。すごく難しいし、いい質問だと思うんですね。最近僕も思うことがあって、その、なんていうのかな、こう全体っていうのは、個人っていうか、こう一つ一つのパートっていうか、マクロはミクロの積み重ねでできてるんだけれども、その、振る舞いを見ると、ミクロの積み重ねが、マクロの、こう現象を説明しないっていうか、そこに誤謬が出てくるっていうのがたくさんある話で、でその誤謬をどう埋めていくかっていうのは多分今っていうかこれからすごく大切なことになるんだと思うんですね。例えば僕はそのウイルスとの共生っていうのは長い目で見た中でやっぱり我々がこうウイルスと根絶するって方向じゃなくって目指すべき、まあ、一つの道だろうと思ってるんですけど、例えば医師としてそのこう自分の大切なおばあちゃんがこのコロナで亡くなったっていう話を聞くと、それは個別なんだけどすごく大切な物語で、うんうん、でそれはウイルスと共生するっていう大きなこう物語の中にその小さな物語をどう回収していけばいいのかっていうのは、うん、今のところ答えがないんだけれども、無視できないっていうかすごく大切なことだと思うんですよね。それをみんなが考えていくことが多分必要で、でもそのじゃあなんていうかな、コロナを根絶すればそういったそのちっちゃな物語っていうかすればいいのかっていうと、多分おそらくその中長期的に見るとそのやっぱりそれは違って、もっとその自分と違うものも含めて社会作っていくべきだろうっていう方向があって、まあうん、だからそういう意味ではそのこう2つのこう、まあ、ミクロとマクロと言ってもいいし、大きな物語とちっちゃな物語って言ってもいいんだけれども、それをどうこう大きな物語の中に小さな物語を回収するか、あるいは小さな物語の中に大きな物語をこう埋め込んでいくのかっていう、なんかそこは本当にすごく大きな問題だと思います、うん、はい、ありがとうございます。では翔平さんいかがでしょうか、まあ、感想とそれからまあご意見とか何か質問がありましたら。はい、ありがとうございます。今回そのウイルスの共生と、うん、ウイルスとの共生とその未来というその観点から、うん、先生にお話をいただいて、うん、改めてその歴史的に考えたときに、まあ人間およびその人類というのがその、まあ、自然だったりとか環境というのを、まあ、一個その信仰というかお菓子に行った形のある意味で一種その報いではないですけれども、うん、そこからその自然からの逆の攻めによって、うん、まあ、一個その自分たちがそのリスクを負ったっていうような、まあ、一個そういうマクロな話もできると思うんですよ、うん、で一個そのご質問として思ったのが理想論はいくらたくさん出てきたとしても現実的に、まあ、人間および人類が変更可能な点は何かっていうのが一個そのお伺いしたいことで、今回そのコロナの影響があって、まあ、それこそじゃあ人間と自然の付き合い方考えなきゃいけないよねとか、やっぱり環境の変環境のその汚染っていうのをどうにかしなきゃねっていう、なんかそういう理想論に帰着するのは非常に大切であり楽ちんな議論だなっていうのが正直な感想としてあって、じゃあそんなの人間多分今この100年間ずっと同じ話しかしてないですし、まあ、大抵同じ話ずっと戦後だったりずっと出てきてたはずだと思うんですよ。なんかそれを思った時になんかそういうなんか誰でも思いつきそうな議論ではなくて、本当に人類が変更可能かつ意味のある
その進歩っていうのは今何なんだろうなっていうのがちょっと疑問としてあるんですけども、うん、そのあたりはじゃあすいません先生の方からもはいでしょうか、はい、それもとってもなんか難しいし大切な話のような気がしますね。だけどなんていうのかな、我々なんかこう一つの解決策が何か劇的にある問題を解決するっていう多分そういったものは持ってなくて、そのこうずっとこう言い続けててもやっぱりその大切なものは大切なんじゃないかな。でその中でずっと同じ、まあだから自然と人間どう付き合っていくんだよっていう話をして、で同じところを堂々巡りしてるのかもしれないけれども、やっぱりそこを多分同じところを堂々巡りしてんではないと思うんですよね。だから螺旋階段のようにやっぱり議論は進んできてるし、人々のやっぱり人々っていうかみんなの考え方自体も少しずつ変わってきてる気がするんですね。例えばそのなんていうのかな、共生って言っても多分20年30年前だと今のような感覚とは違う受け取り方をされてたような気もするけれども、やっぱりそれはこの 2,30 年の中の議論で我々がいろんなことを考えた、それがによってそのこういった考え方を少しそうだな、取り上げてみてもいいかなっていう人も増えたかもしれないし、なんかそんなことだと思う。だからもちろんこうとってもかっこよくこれをすると地球劇的に変わって、で理想の未来が開けるっていう、まあ、万能薬のような解決策あればいいんですけど、多分それはなくて、なんかダメだね、いつも同じこと言っててって言われても同じことを、でそれを、うん、繰り返して考えていくしかないのかな。でもう一つ思うのは、なんていうのかな、我々やっぱり無知だっていうことをもう少しちゃんと認識した方がいいかなと思うことがあって、それは例えば車ができた時に、その車社会ができると騒音の問題って出てくるかもねって思った人多いと思うんですよね。あるいはこう大気汚染がまあ車によって起こるかもしれないって、それ大変だなと思った人が多かったかもしれないんだけれどもまあこう数十年前っていうか100年近く前に車の大衆化が始まって、その車社会が来た時に我々がこうエンジンをこう入れるたびにこう北極の氷あるいは南極の氷が溶けていくって思った、そのことを思った人って当時はいなかったと思うんですよね、うん、そうですね。我々ってやっぱりいろんなこと知らなくって、だから知らないけれども大きなところでやっぱりどう自然と付き合っていくかっていうのをやっぱりなんか知らない中で一生懸命考えていくしかないのかなと僕は思っているっていう感じです、うんうん、そうですね。フロンができた時もそうですよね。非常に安くて便利で、ああいう冷媒が本当に知らまればいいっていうので、まさかオゾン層を壊すなんてことは誰も考えなかったわけですよね、うんうん。あともう本当になんか人間の体のことももしかしたら海底のことも分かってないっていうのがまだまだ人間かもしれません。そうですよね、はい、本当にそう思います。はい、ありがとうございます。じゃあ翔平さん、それで広瀬さんも一言お願いします。はい、ありがとうございます、ちょっとぜひ山本先生と園田さんお二方に一つずつご質問できればと思ってまして、はい、特に山本先生のお話の中で当初は隔離という対策しかできなかったものの、ワクチンが開発されてからは先進国の人は、まあ、薬にアクセスできるものの、一方でまあ、かっこつきかもしれないですが、新興国、途上国の方は、まあ、予防という対策しか言えなかったという話があったと思います。で、まあ、ある意味全体最適の中で当初は先進国、新興国関係なく対策が分かんなかったから、ある意味こうフェアな対応しかできなかったものの、それがこう進展をしていくと例えばこう資金的にもそうですし、政治的にも弱い国というところはなかなかこう、対策がこう劣後していってしまっているような現状があると思っています。で、こういったこう前提を踏まえたときに、これからのこう、まあ、かっこつきですけれども先進国の役割、公的セクターが担える、政治が担える役割っていうのがどういうところにあるのかっていうのをぜひご専門家の意見をお聞きしたいなっていうのが、山本先生のご質問で、
で、園田さんに対しては、まさしくこの前提をいつにしながら、やっぱり民間セクターの役割っていうのもすごく重要なんじゃないかなと思うんですね。特にこうある意味こうフェアじゃないような状況に起きている中にあって、こう弱いところにこう直接資金提供ができる、支援ができる、そういったある意味国の垣根を越えて支援ができるというのが民間セクターの一つの重要な役割かなというふうに思ったときに、こう企業であったりとか、あるいはこう財団というところが、どういう役割を担えるのかというところを、ぜひご意見をお聞きしたいなというふうに考えております。はい、わかりました。じゃあ先生からまずお願いしますか。はい、これも本当に難しいご質問でというか、何を答えればいいかって考えてたんですけど、今日本とかアメリカとかヨーロッパって、例えば新型コロナウイルスの3回目のワクチンが進ん で、 そうです、ね、イスラエルとかは4回目をしようっていうことをして、 でも一方でアフリカとかの国を見ると、1回目の接種が人口の1割にも満たない国がたくさんあって、でじゃあそのどういうことをするのが正しいのよっていう話になると、多分その今のオミクロンの広がりを見ると、その3回目の接種も正しい政策だし、一方でそれをアフリカの支援に回してアフリカの接種率を上げるっていうのも多分ある種正しいっていうか、ある種っていうか、正しい政策で、でそのどちらをこう選択するかってことに関し、選択っていうか、どちらかしかできないとすれば、それをどうしたらいいんだろうっていうのは、多分もっともっと議論していい話なんだろうっていう気はしてるんですね。で、個人的には僕はその国際保健をやっていて、そのオミクロンの感染力は高いんだけれども、重症化率は低いっていう状況を見ると、日本とかヨーロッパ、アメリカで、接種をしてない人の接種率を上げるっていう努力はしていっても、3回目4回目はやっぱりそれはこう開発途上国の人たちにの接種率を上げる方向にみんなが使った方がいいんじゃないかというふうに思っていて、でも多分それは日本のその世論には決してならないだろうと思って、さっき言った、だってその感染したら重症化する人もいるでしょうっていう話になると、それはその言説にこういやいやっていうふうに言える人はいなくて、でも逆に言うと、さっきのご質問にもあったように、でも誰かがでもねやっぱりこう世界の状況っていうか、アフリカではこんな状況だしって、こうじゃあ先進国だけ3回4回って打っていくって状況でいいのって話は誰かがやっぱりしなきゃいけないと思うし、でもしそれをするとしたら、例えば、僕は今こう国際保健学っていう名前のこう研究室にいるんですけれども、そこにいるものは少なくともやっぱりその話はどっかでしなきゃいけないんだろうなっていう、ことは思ってます。なんかそんなことしかちょっと思い浮かばなかったんですけど。はい、ありがとうございます。じゃあ私への質問で、民間セクターがどういう役割を果たしていくかというところですけど、今ちょうどやっぱりSDGs が2015年にできてから、各国はもちろん推進し始めて、日本は実は3年前にSDGs サミットをニューヨークにやった時も行ってきたんですけれども、日本は2015年にちゃんと推進会議ができて、で実際に企業も経団連であったりとか同友会であったりとか、いろんな業界団体が推進し始めたので、その中で自分たちのやっぱりこう強みを生かしてどうしていくのかっていうところをそれぞれの企業が考え始めたんですね。気をつけるだけではなくですね、具体的にどういうゴールに向かって、あるいはどのターゲットに向かってやっていくのか、で製薬企業は当然そういった保健衛生のところも含めて、自分たちのそのいわゆる薬を作っている強みを生かしながら、あるいは社会貢献的なものも含めて何をしていくのか、で他の企業もそれぞれの企業が得意分野で、あるいはこの3番が衛生のところになってくるわけですけれども、そこに向かってやっていこうっていうところもすごくたくさん出てきているわけですよね。その中では私は SDGs の推進やっていこうっていう企業、あるいは、企業の方だけではなくてですね、実際に今日本の中では文科省の、旗振りで、いわゆるこの SDGs がいわゆる
教育の中に、基本的な義務教育の中に入ることもありますから、まあ、みんな子どもたちも、学校、中学校、高校、そして大学生 も SDGs に向けてなりたい、あるいはまあ消費者の方々も今回のこのコロナで少し意識が変わってきて、誰かのために何かをやっていきたいというふうに考えていらっしゃるので、まあ、そういう人たちと含め、そういう人たちも含めて、まあ、何か企業として、まあ、そういう、まあ、特に途上国であったりとか、まあ、自分たちが何かできる人たちに対して活動を起こしていくということが必要になってくると思います。クリエイティングシェアードバリュー、クリエイティブシェアードバリューみたいな考え方、CSB みたいな考え方も出てきていますので、はい、まあ、商品を例えば一つ買うことによって何かそれが寄付できる、あるいはその企業を応援することによって何かできるとか、あるいは企業としてもそのボランティアだけではなく、そのプロボノ的に、まあ、実際にいろんなところに派遣をしていって、まあ、企業と、政府と、あるいは国連と、あるいは NGO と連携してみたいなことが可能になってくるんじゃないかなということを期待していますし、私たちもそういうことを推進していきたいというふうに思っています。はい、じゃあうちもそのなんかもっとこういうことをしてほしいとかっていうのが何かありましたらどうぞ。そうですね、本当に山本先生がおっしゃっていただいたように、なかなかこう国の枠組みを超えて連携をしていくってことがすごく難しい、特に自国民の方が、まあ、なんていうか主権者であるという前提のもとであれば、なかなかその主権者たる国民を優先した他の国に支援をするっていう、国民的ななんていうか合意が得られにくいっていうのはすごくその通りだなとは思う一方で、何かこう国際連帯をしていくような仕組みとか、あるいはその現地に資金提供するような仕組みというのが、これから強く求められるんではないかなというようなことを、思いながら山本先生の話をお聞きしておりました。はい、ありがとうございました。じゃあそろそろお時間になるんですが、皆さんにですね、ぜひ、まあ、バックキャスティングっていう未来から見て今を考えるっていう、まあ、思考法があるんですけれども、2030年ぐらいに例えばこの今の状況を未来から見たときに、あ、こういうコロナがあったからこんな風に逆に変わったなとか、なんかこういう風に あるべき姿でなっていたらいいなっていう感じでいいんですけれども、一言ずついただいて、クロージングに入りたいと思いますけれども、じゃあイエスルさんどうでしょう、2030年ぐらいにこんな風に変わっていったらいいなって、ポストコロナ社会に対しての何か期待みたいなことがあれば一言お願いできますか。とポストコロナっていう言葉から来る意味ってで、やはりそのポストのことを考えている時点で肯定的な予想をみんなしがちなのではないかなと思うんですよね。で、今おっしゃってくださった通りに、なんか肯定的な方向のポストコロナを考えたら、まあ、コロナが収束して、まあ、コロナから起こったさまざまな差別とか、まあ、特にアジア系の人に対する差別とか、あと同じアジアの国民なのに、その中国に対する、まあ、抵抗っていうか、普通にそういう、まあ、悪いイメージを持つとか、まあ、そういう意識が少し薄くなってればいいなと思います。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、翔平さんいかがですか。はい、ありがとうございました。今日 の本当に一番の学びと、あと本当にポストコロナっていう点で言うと、一番の学びとしては先生にお話をお伺いしたことで、あ、なんか人間って考え続けてるんだなっていうのを、なんか改めてちょっと実感としてありました。うんうん、偉い先生でもずっと考え続けてらっしゃる人、はいはい、うん、私は結構その理想論嫌いみたいなところはあるんですけど、うんうん、人間がそれでも理想論を掲げるのはまだ分かってないからなんだなっていうのがあって、やっぱり感染症とどう付き合うかとか、自然とどうするかとか、私の専門で言うと本当に子どもたちのコミュニケーションってどうしたらいいんだっていうのを、確かに人類1万年前から多分考え続けてんだろうなっていうのはあったので、うん、やっぱりちょっとそれが自分としても、あ、やっぱり考え続けるべきなんだなっていうのをちょっと学びとしてありました。その点でポストコロナっていうふうに考えると、2030年の例えばこの2月2日にもし0歳の子がおぎゃーって生まれた時にどういう世界があったらいいかなって思うと、やっぱり先生のおっしゃってた通り、ちゃんと議論ができる世界っていうのが必要なんだなっていうのは学びとしてありました。今我々この2022年に生きてる限りは、まあ、経済なのか医療なのかっていうので自分たちの目の前の利益のために議論はいっちゃうと思うんですけども、なんかそうではなくて、結構よりメタに見ると、
じゃあ、うんうん、その議論そのものができる社会が多分必要なんだなって。そうですね。うん、はい。それがあの、はい、ポストコロナとしてあるといいなっていうのは、うんうん、はい、ありました。人間もダイバーシティな多様性のある社会ってことですよね。はい。はい、ありがとうございます。ちゃんと考えられる社会になるといいな。はい。はい、じゃあ、ヒロシさんいかがですか？どんな社会がポストコロナにあればいいですか？ありがとうございます。あの、もうイエスさんおっしゃってた観点ですごく大きいところだなと思ってまして、うんうん、これだけあのグローバルイシューというか世界的な課題に対してあのどうやってこう向き合っていくのかといったときにあのそれこそ2030年というときに振り返ってみたときにこれがこう国際的な連帯をしていくための一つのきっかけになったよねっていうようなあの社会になっていくとすごく良いなというふうに思いました。で、まあ、足元日本の現状で言えばあのコロナが普及することで例えば、オンラインテレワークが一定程度普及をしたとか、なんていうかオンラインでできるものとオフラインでできるものっていうのをきちんと峻別して、生産性を上げていきましょうっていう議論があの起こっていったってことも一方では事実だと思うので、まあ、こういったあの働き方の部分も含めて日本足元で少しずつ変わっていって2030年から振り返っていったときに あそこがきっかけであの今すごく働きやすい住みやすい社会になっていったねっていうふうになっていくのがすごく理想的だなと思いながらあのお話をお聞きしておりました。はい、ありがとうございます。とても素敵な3人のメッセージがあったんですが、先生はいかがでしょうか？ポストコロナ社会、まあ、こんな風になったらいいなっていうのをぜひちょっと ご専門の、ご意見を お伺いしたいと思います。そう、どんな社会がいいかは多分みんなそれぞれがどんな社会がいいかによると思うんですね。でも今あの翔平さんが言ったなんか議論ができる社会とか、うん、あるいはそれを考え続けることがやっぱり考え続けていこうよ分かんなくてもっていう社会であるっていうのはなんかすごくいいことだなと思うんですよね。多分その2030年になってある種の問題はそのこう解決への道筋が見えてるかもしれないけれども同じくらいその分からない問題とか解決どうしたらいいんだろう、見えない問題って多分出てくる。でそれは2030年じゃなくて50年でも100年でも多分そうだと思うんですよね。でもその時に我々できることっていうのはその話をして考えてで過去に起こったことに学んでいくしかなくて、うんうん、という気がします。そんな社会であればいいなって、それができない社会だと本当につまんないなと思いました、うん、はい、ありがとうございます。でも本当に皆さんからもとても素敵なメッセージがあったんですけれども、まあ、2030年あるいは2050年からバックキャストするときに、まあ、このコロナあるいはオミクロンであったりとかいろんなその感染症が出てくるかもしれませんけれども、そこから学び続け、そしてお互いを認め合い、まあ、議論ができて、まあ、多様な世界でそして共生ができる、まあ、そんな世界になればいいなというふうに思いますし、私も SDGs を推進しているものから言うと、まあ、全てのまあターゲットあるいはゴールが実現ちゃんと実現できるっていう、でそして子どもたちが笑顔になれる社会をぜひ目指していきたいなというふうには思います。まあ、いろんな多分気づきがあって働き方そしてまあ生き方、まあ、生活もですね、価値観がすごく変わってきたっていうのが今この時代かなというふうには感じていますので、まあ、これをいいきっかけにして、ぜひ変わっていきたいなというふうには思います。それでは以上でグローバルファンド日本委員会の YouTube 講座コロナの先の世界の見方の第4回立ち直る世界感染症とサステナビリティを終了いたします。改めて本日貴重なお話を聞かせていただきました山本先生、皆さん感謝の拍手を送りましょう。ありがとうございました。ご参加いただいた皆様も本当にありがとうございました。